ベイルスを。ドロドロドロ。はい、皆さんこんにちは、山田真子ちゃんです。本日は、マオイの丘、マオイ山、マオイの名水があるところに来ています。まずは名水を汲みましょう。美味しい。美味しい。美味しい名水を汲めるので、登山口で名水を汲んでからスタートするといいですね。これでコーヒー入れてもいいかも。それじゃあ行ってみましょう。登山スタート。こう行って静かだ行って、こっち回って帰ってこようかな、今回は。これは一体何でしょう。北海道電気技術サービス ESC の森。いや今日はドロドロだね。滑りそう。ドロドロドロ。木漏れ日が気持ちいいよね。雨上がりの木漏れ日。ドロドロ地帯。気をつけろ。この良い雰囲気。遊歩道。このトンネルをくぐっていくぞ。さささささささ。狭い狭い狭い。痛い、頭打った痛い。ちょっと小人有利だよここ。小人有利じゃん。ずるいって。走ったら頭打ったわ。巨人には辛い。めっちゃ晴れてきたね。北海道はほんと日帰りの山が多いし、テント泊も場所が限られるからな。うん、周りで行くって言ったら。また標識とあと林道の分かれ道があって、現在地。ここ登ったら静か台だな。いい景色ね。秋って感じ。ここの山岳だった。そう、静か台来たよ。
景色はいまいちなんだけど。柵がね。はい。走ってさ。よいしょ。良い景色です。高く上げたら景色が見える。今日は舐めた格好でさ、うん、撮って撮って、今日は舐めた格好で T シャツで着てきたの、普通の綿 T シャツ。本当だ、お散歩。さすがに汗かいたらちょっと暑いです。よいしょ。気持ちいいね。うん。下山は違う道歩いて超お散歩コース。林道を歩きます。食べたの？いや、わかんない。なんか、こんな感じじゃない。どうなのか？もともとあるんじゃなくて？わかんない。あんな石詰めるかな？いや、詰めんわ。多分もともとあそこだけ石あるんで。あ、この辺もあるもん。うん。